頼めばこの佃煮も佃煮。衝撃的。今日は4月23日日曜日ですね。まあ大快晴ですよ。ただすごく風強いんですけど、今日はタッピまで行きます。ちょっとまあ寒いんで、もうかなりあのフル装備で来たんですけれども、ちょっとどうなるかわかんないですけど、行ってきます。タッピー向かう途中ですね。ちょっと休憩です。新岡商店さんのですね、しじみ汁がですね、すごくこの可愛いお姉さんがお茶持って今しじみ汁出しますよ。あ、わすごい出汁出てる。おいしい。うま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 い。あ、いいですね。あ、ソフトクリームもあるし、シェイクもですね、なんか20種類ぐらいあるそうですよ。いいですね。どうぞ飲んでみればいいです。私もいただいてないんですけど、うちの手作りの佃煮もどうぞ。すごい、はい、佃煮飲んでみないとまた飲んでみ、ね、ちょっとわからないので、はい、いただきます。最近弘前もなんかしじみとか売りに来なくなったよ。 うん、昔あのしじみって売りに来てたけど、売りにしてる人たちね、人は、衝撃的。知らなかった。あら、お姉さんすいません、ちょっといただきます。見てください、この出汁いっぱい。お、出汁もう一杯、もう一杯ください。いや、温まって、温まってんだけど、めちゃめちゃだし、これもう二日酔いに大丈夫ですよ。今日ガンガン飲んでも大丈夫。やっぱりこの寒い時にこういう温かい汁物っていいっすね。あ、長野しじみラーメンもあるみたいですよ、これ。特製の佃煮、いただきます。マジで、あ、佃煮もですね、ちょうどいい塩加減、美味しい。あ、うまい。昔あのちっちゃい時、このしじみのこのミッコホチクってよく食ってたんですけど、今になればですね、そんなにあのだしだけ飲んでる、このミッコ食うことないんですけど、今でも食べる。食うでしょう、食うでしょう、本当に。いや、このしじみもあのアサリとかハマグリぐらい大きいばいいのにな。このしじみ汁頼めばこの佃煮も佃煮。手作りです。テラミス。テラミス。はい。なんと。どうぞ。いいんですか。すみません。ありがとうございます。じゃあこっちに置いていきますよ。え、これこれしじみ入ってるとかですか。あ、しじみは入ってない。しじみは入ってない。テラミスなので。あの濃いめのテラミスと違ってこうあっさりしたテラミスで甘みもちょうどいいです。やっぱりこうしょっぱいもん食べた後甘いもん、甘いもん食べた後またしょっぱいもん、しょっぱいもん食べた後甘いもんって。無限ループですね。はい、新岡商店さん、ごちそうさまでした。美味しかった。行きました。